シーズです。いや今日はね、はい、外国人さんいらっしゃい。皆さんこんにちは、ワンタンメイクマちゃんです。え、っていうか外国人さんなの？一応外国人ではあるつもりです。どこ？中国ですね。中国のどこ？四川です。あ、四川。まあ、両親とも本当に中国人で。あ、じゃあもう生まれも中国？そう、生まれも中国です。で、中国語もできる？そう、一応できます。で、生まれは中国で、お父さんもお母さんも中国で、うんうん、何歳の時に日本に来たの？9歳で日本に来て、うん、まあ中国人なんですけど、実は国籍はもう変えてて日本にしてるんですよ。帰化したんや。帰化したんです、うん、日本人ですって言って、じゃあ中国出身ですって、うん、待って待って、どういうことってなっちゃうの、ややこしいから、もう大体中国人ですって言うようにしてます。あ、そういうことね。え、でももうそれはさ、俺もう日本人ですって言っちゃっていいと思うんだけどね。言っちゃっていいかな。自分らも帰化するつもりやけど、帰化したらもう日本人ですって言おうと思ってんねん。え、でもさ、帰化するってそういうことやろ。でも一番さ、見た時に絶対日本人ですかって。だから俺今さ、参政権ないやんか、うんうんうん、まあ、外国人やんか当然ないんやけども、うん、選挙の期間、街に出たらこう、みんなこう、はい、よろしくお願いしますなんか紙配ったりとかしてるやん。しますね。で、あれを自分が通る時だけ無視されんの。基本的に配ってくれないの。帰化して日本人になったら、うん、なんで私に渡さへんのよっていう揉め事を起こそうと思って。ちょっと待って、そのためだけ。中国の人のイメージやねんけど、めっちゃ大げさに喋るイメージあるんやんか。あ、まあそうですね、口の開きは大きいんですよね。え、あれやろ、なんかあーとかもいっぱいあるやろ。いいんだあー、いいんだあー、いいんだあー、いいんだあーみたいな、なんかそのあーにもなんか何個かあるやろ。姿勢ですね。そう、あ、姿勢っていうの、あー、高さがあるみたいな、うん、あー、一個違うけど全然意味が違うんですよ。え、例えば、例えば、まで発音すると、まはお母さん、うんうん、でも、まとか幼生になると、まあ、叱るっていう意味になったり、まあっていう二世だとこう、痺れるっていう意味になったり。え、じゃあ、お母さんが叱って痺れたって言ったら、まあみたいなことそうなります。中国語でもさ、ちょっと、いや、あかんあかんあかん、こんなん、こういう時のために私が言う、違うものに言いませんの。何世紀見せてって言ったら、だから見るってこと、カンカンって言うやな。聞かせるなよ。ごめんなさいね。日本に来たのが9歳ぐらい。そうです。それはやっぱ両親の都合。あ、もうそうですね。最初は出稼ぎのつもりだったらしいんですよ。でもやっぱり日本で仕事をして、日本がちょっと好きになって、真剣に日本で暮らしたいってなって、それで私も一緒に来たっていう。自分らはさ、まださ、うん、お父さんがおらんくて、お母さんに連れてこられて、うん、で日本の新しいお父さんができたパターンやったから、うん、割とすんなりさ、日本に馴染むことできたけど、うん、お父さんもお母さんも中国やと、なんか大変そう。学校とかもインターナショナルスクール？え、全然普通の公立の小学校です。すごいね、いきなり。そう、ほとんど日本人しかいなくて、最初、本当に何も喋れなくて。勉強ついていかれへんやん。なんか市の教育委員会みたいなところから、日本語を教えてくれる先生を派遣してもらってたんですよ。なんか分かんなくなったら、先生今なんて言ってましたって聞いて。漢字とかは結構、漢字は中国漢字の国だから分かるんですけど、逆に簡体字っていう中国は省略された漢字だから、日本の漢字の方が難しいんですよ。そうなんや。そうなんですよ。だから逆になんかごっちゃになって、自分的にはもう完璧だと思ったテストもバツ結構ついてて。中国のな、ファミリーマートはな、全部に家と書いて善家って書いてたわ。そう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 。え、ファミリーマートが？ファミリーマート善、そう、善家、善家です。そう、日本で売ってる中華料理はもう偽物。あ、偽物って今偽物ですって言いそうになってる。日本の料理は中華料理って感じで、私が食べてる料理は中国料理って感じです。何が違うの？中国料理は何、一番なんか美味しいやつとか。酢豚ちゃん、酢豚が美味しいんじゃん。酢豚がない、食べたことない。酢豚ないの中国に？ない。酢豚とか天津飯も食べたことないですね。ないの？どんなのじゃ食べるの、中華料理って。中国料理、私は四川なので辛いのが多いんですよね。とにかく、あ、結構辛いんだ。めちゃめちゃ辛いです。火鍋みたいな。お火鍋だったり、白身魚と高菜で作った辛いスープがあったりとか。中国も広いんで、場所によってだいぶ味が違うんですけど、四川は辛いのがすごい。一番好きなの何？一番好きなんですか？もう私四川に帰ったら、それ絶対食べたいわみたいな。
そうですね、水煮肉片ですね。あ、なるほどな。絶対わかんないな。あれ美味しいもんな。知らねえじゃん、何出てきてる、言うてみ。知らねえよ。シュンションホアピエンって言うから、ちょっとピエンなんじゃない。水煮肉片。火鍋みたいな辛さじゃない辛さがあるんですよ。火鍋ってその料理したものからさらにこうタレとかつけるんですよ。タレとかつけて初めてこう火鍋って感じなんですけど、水煮肉片はもうタレとかじゃないんで、そのもうなんかスープそのものは結構味濃くって。なるほど。で、珍しいものってないのかな、その食べ物で。日本では、日本の人に見せたらびっくりしたのがカエルかな。カエルか。カエル美味しいって言うよね。美味しい美味しい。どんな味する？切ってくって、鶏と魚の中間ですね。じゃあ結構脂っぽくない感じなんや。全然っぽくないです。プリプリって感じ。お腹とかも食べる感じ。足がメインですね。あ、じゃあ足だけならいけそうだよ。足、ほぼ足です。ニワトリの足とか。ああ、モミジは一回も食べたことないわ。その中国って骨付き肉が多いんですよ、うん、かぶりつけばつくほどなんかこう味がこう出てきて美味しいんですよね。ニワトリのこのビラビラも食べるの？食べる食べる食べる。それも食べる。ビラビラ、ビラビラ。逆に中国の人からしたら日本の方がいろんなものを生で食べるからそっちの方はびっくりなんですよ。そうや。鶏のレバーとか生で食べようと思わないもん。え、あれはあの、腐豆腐？めっちゃ臭いやつ。豆腐味は好きです。でもやっぱ匂いはちょっと私も嫌い。どんな匂いなのあれ？めっちゃおしゃれな空港やのにチュンチュンチュンって歩いてたらいきなりおってなんか壁のようにして突如として現んなんて匂い。どっかで食ってるやつ。どっかで提供されてんねん突然。提供されてあれね、ちっちゃくても匂い結構広がるから、ね、うん、うん、中国の女の人って脇毛生やすって聞いたことあるんだけど生えてんの？ちょっと待って、あ、こっちに聞こうとしてんの、うん、いやでも本当に日本に来るまでは9歳っていうのもあって処理したことなくって。中国ではあんまりこう毛を処理する文化はない？ないですね。じゃあチャンツイもボーボー。チャンツイもちょっと待って、それ。いや、さすがに仕事してるから中国人からしたら毛ぐらいいいじゃんみたいな感覚の人は多いですね。もう人間だからそんなん生えてもしょうがないじゃん。そんなことよりも内面磨こうぜみたいな。そう。どうなん、その日本の男性と中国の男性、はいはい、うん、どっちが好きとかある？でも私はやっぱ日本に長くいるんで中国の男性とそんなに親しくなったことはないんですよ。そっか、まあ、9歳からだもんね。なんかどんな違いがあるかとかは知ってたりする？それ、ね、あ、なんかありますね。やっぱ中国の方はすごいね、男の子がアタックしてくるんですよね。で、アタックするときにあえて言葉にしないっていうのがあって、日本だったら好きかもとか付き合ってくださいみたいなあるんですけど、言葉でね、あ、告白文化みたいなね。告白みたいな、うん、中国はなんかどちらかというと自然とそういう雰囲気になったらもう男の子がこうグイみたいな、女の子が嫌がってなかったら、まあ、そういうことかな、俺のこと好きなのかなみたいな。あやさのクジャクみたいな恋愛システム。クジャクでこうやって開いて、ほんで踊ってちょっとずつ近づいていって逃げんかったらできるのと一緒やな。クジャクか、まあ、なんか結構そんな感じで、なんか男の子はグイグイ来るんですよ。そっちの方が良くない？なんかグイグイアタックされた方が。それなのになんで日本の人の方がいいの？日本の人の方が連絡とかその自分のペースでできるのがいいなって思って。中国の人は結構頻繁にやり取りするんですよ。今何してんのとか、誰といるのとか。焼きもち焼きなんだ。そういうのをなんか聞くのが愛情表現みたいな。気にしたりするのが愛情表現で、だから1日の始まりと終わりの挨拶がないと多分なんかどうしたんだろうみたいな。めんどくさいな。だ、結構めんどくさがりなんや。あ、めんどくさいです。どうしよう、私じゃあもうそっちやん。私もクイ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 みたいな感じだもん。これアレちゃん語って言います。アレちゃん語。え、オカマはいる？普通に恋愛対象が男性の男性は結構いる。あ、本当？しかもその視線結構いるんですよ。国的には厳しくないの？いや、ちょっと国がどう思ってるかわからないんですけど、うん、中国のいろんな省の中でもなぜか視線省が多いらしくて、結構街中でその手つないでる男の子とか見かけますよ。意外、なんか中国厳しいんかなって勝手に思ってた。
マナー違反の食べ方はある？食べ方じゃないんですけど、お酒の飲み方はある。根本的に違うのが、中国ってビールの乾杯じゃなくてパイチュっていう、パイチュ日本酒みたいな、焼酎みたいな、まあ、そういうお酒があって、そういうのを乾杯でするんで、一口ずつ飲むんですね。ちっちゃいのやだから、ちっちゃいの、そうそうなんです日本だったら多分みんな、あ、じゃあビール頼んだ、オッケーオッケー、じゃあ乾杯って言って、はい、パイパーン、はーい、個人のペースで飲むじゃないですか。でも中国は最初乾杯ってやって、その後飲む時も誰か見つけてこう乾杯ってして、お互い飲むんですよね。その乾杯を誰かにせずに自分で勝手に飲んじゃうと、お前何勝手に飲んでんだよみたいな、いちいち一口ずつ乾杯せんとはん、そう、他の人とこう乾杯しないといけない。だから自分が飲みたい時は飲みたいな、あ、乾杯、はいはい、ちょっと待って、私も飲みたいんだから、乾杯、ちょっとやめてよてそういう風にやるから、だから中国人お酒は強いのかもしれないですね。やっぱ最後にね、正しいよく使う表現の聞きたいけどな聞きたい、可愛い言い方が一個あります。うん、可愛い言い方知りたい。あ、プリプリじゃあ最後にね、アリちゃん締めて